平成24年3月13日から16日の間、沖縄の八重山諸島に撮影に行きました。今回は三部作の一つで、その3、西表島と伊部島についてまとめました。西表島の人口は約2000人、面積は 284.4 平方キロメートル。石垣島から西表島まで船で35分のところにあります。2番は大文字と竹富島の富の字を取りまして、大富という名前で呼ばれております。育つことのできる植物、まとめてマングローブと呼んでおります。日本は九州を北限としまして、約500ヘクタールものマングローブの面積を持っていると言われていますが、ただ今日は10時48分満潮ということでね、今お水がたっぷりある状態です。特徴があるんですけども、満潮のため根っこがあまりよく見えておりません。どういった根っこかといいますと、一度横に張った根っこからさらに下から上に向かって麻薬式根っこを伸ばしていきます。なんで根っこが上に伸びてくるのかといいますと、この辺りの土の中にはあまり酸素がないため、呼吸をするために、空気を吸うために根っこを下から上に向かって伸ばしてくるというわけです。スラッドマスクの伸びたマングローブの林が広がっております。こちらは大きく2という名前のマングローブになります。この頃で一番たくさん生息している種類のマングローブですよ。スラッドマスクの伸びた幹の特性を利用しまして、昔は大きな建築材料や屋根のタルキなどに使われていました。切って、すぐのものを使ってもあまり長持ちしないそうなんですが、切ってから100日以上海水につけておきますと、中身の詰まったとても丈夫な木になるということで、そういったものを建材として利用していたということです。この辺りは天然保護区域に指定されておりますので、こういった倒れた木も勝手に許可なく動かしてはいけませんので、当時のままの状態、自然のままの状態のまま保存されているというわけです。はい、ではですね、皆さん、今は満潮に向かっていますので、川の流れがですね、海から川の上流に向かって逆流していますよ。こういった時には海の方から魚も上がって、西表島といえばマングローブの熱帯雨林が広がる緑豊かな大自然に、西表山猫をはじめとするさまざまな動植物が保護されている島です。先島周防の木は木の高さ20メートル、幹回り 3.6メートル、盤根の高さ 3.3メートル、推定樹齢400年です。観光客はそれぞれに割り当てられた水牛車に乗り、遠浅の400メートル先の伊部島に向かいます。牛舎行くので、うちで一番ね、長老でございます。ゆきちゃんでございます。お願いいたします。だからゆきちゃんお願いします。はい、23歳になります。ね、23ということはね、かける3で打つからもう69歳、70歳ということになりますね。はい、頑張っていくよ。大きいですからね、結構ね。別の牛でございますよ。これね、今ね、潮がね、上がってきております。11時ぐらいが満潮ですからね、もうそろそろね、止まりますけどね。これが一番今日深いですね、潮がね。はい、今度また夜にかけてね、潮上がっていきますけど。伊部島は周囲2キロメートル、海抜 1.5 メートルの砂でできた小さな島です。それじゃね、浅戸やゆりたっていうのがありますんでね、皆さんよくご存知ですよね。一緒に歌われてください、ね、ではよくお願いします。浅戸やI'm not afraid of the dark.
ってますよ。私は気をつけてくださいね。一番最初ですね、大五郎と花子から始まって、まあ、一家がいるんですけど、湯布島にはレストランや土産物店があり、昼食後、島内の植物園を見学しました。湯布島はかつて竹富島や黒島から移り住んだ人たちが西表島で稲作をして暮らしていました。しかし44年の LC 台風で大きな被害を受け、ほとんどの人が西表島の三原集落へ移住してしまいました。首都圏に住み慣れていて現代文明に慣れ親しんで当たり前と思って生活をしていましたが、今回の旅行に行き、文化財の保護、自然の保護について改めてその大切さを痛感しました。短い期間でしたが心の癒しを感じました。